日殺線、日殺線は、熊本県八代市の八代駅から、鹿児島県霧島市の早戸駅に至る、九州旅客鉄道、JR 九州の鉄道路線、地方交通線である。八代駅吉松駅間には、キット線吉松駅都の城駅間と合わせて、海老の高原線の愛称が付けられている。熊本、宮崎、鹿児島の、 いわゆる南九州三県を縦貫する唯一の鉄道路線である。鉄道作業局の手により、1901年、明治34年に開通していた、鹿児島線の鹿児島早渡間から続く形で工事が始まり、1903年、明治36年に吉松まで開通した。八代川からは1908年、明治41年に人吉まで開通し、翌1909年、 明治四十二年に、人吉吉松館が開通して、八代鹿児島館が、鹿児島本線として全通した。九百二十七年、昭和二年に、八大鹿児島館の海岸沿いに、新線が開業すると、元の区間は、旧飛行国と旧薩摩国を結ぶことから、被殺線と改められた。さらに、九百三十二年、昭和七年に、早戸鹿児島館が、 日本本線の一部となったため、残る八代隼都間は、その路線名にもかかわらず、旧薩摩国を通らないこととなった。ただし、吉松隼都間は、旧大隅国に属していたが、大隅国も薩摩藩の領地ではあった。1974年、昭和49年から1980年、昭和55年までは、博多宮崎間の特急、お、およど、 1959年、昭和34年から2000年、平成12年まで、熊本宮崎間の急行、エビの当初は、準急がへし、キット線と共に中九州と南九州を結ぶ役割を持っていた。このほか、国鉄時代は、文字港人吉間に夜行列車が設定され、夏季や冬季の連休シーズンに不定期列車として、大阪人吉間に急行。 人吉が運行されていた。JR 九州管区内で最多を数える木造駅舎や熊川沿いの景観、山間のループ線、スイッチバックなどが見どころである。エビの廃止以後、特に利用者の少ない人吉吉松間については廃止の可能性取り沙汰されていたが、2004年、平成16年3月13日の九州、新幹線部分開業を機に、これらの観光資源に着目し、 観光路線としての整備が進められている。近年では、SL 人吉、伊三郎、新兵、早戸の風などの観光列車の導入が行われており、現在では、周辺住民の利用とともに観光利用も多く、南九州の観光資源の一つとして定着している。2005年、平成17年まで、豊肥本線で SL 阿蘇ボーイとして運転していた、 上気機関車58,654、8,620軽が修復され、2009年、平成21年4月25日から熊本、人吉間で、SL 人吉としておおむね、土日用日宿費及び夏休み期間中に1日 1, 1, 日1往復運転している。八代駅、正木駅間が熊本支社、吉松駅、早戸駅間が、鹿児島支社の管轄であり、 宮崎県と鹿児島県の県境付近に死者境がある。電子不合照射式の自動閉塞式のため、一般向けリアルタイム列車位置情報システム、どれどれは、非提供だが、八代駅と早戸駅に停車する列車を呼び出発、接近する列車については閲覧できる。沿線は、人吉駅と吉松駅を境に大きく3つの区域に分かれ、それぞれに特徴がある。 八代駅から、人吉駅までは、川線と呼ばれる区間で、日本三大急流の一つである熊川に沿い、深い渓谷を縫って走る景観を望むことができる。なお、区間の大半、釜瀬駅、渡り駅間は、川の西岸を走行する。八代駅を出ると、すぐに必殺オレンジ鉄道線、旧、鹿児島本線が、オーバークロスするが、そのあたりから熊川の東岸を走る。 九州新幹線の橋梁の下を通り、ゆったりとした熊川の流れを望める。途中、旧、深見発電所、九州自動車道が2回オーバークロスする区間の途中、川の西岸にあるや熊本県営、荒瀬ダム、撤去予定などを見ることができる。釜瀬駅を過ぎるとすぐに熊川第一橋梁を渡り、線路は西岸に移る。この橋梁は1906年にアメリカンブリッジが、 製造した橋である。セット石駅を過ぎると、セット石ダムを見ることができる。この辺りから、かなり急峻な地形となり、白石駅から、市駅の辺りまでは、川の中に、数多くの瀬を見ることができる。白石駅の次の急仙道駅の名前は、総延長4800メートルの九州最大級の、小乳道急仙道から付けられたものである。近くには、熊川下りの船着き場もあり、 渡り船やラフティングなどの様子が見られる。渡り駅の手前で熊川第二橋梁を渡り、また東岸に戻る。渡り駅と西人吉駅の間には桜並木があり、春先には桜のトンネルになる。人吉駅から吉松駅までは、熊本、宮崎県境の国見山地を越える、高低差四百三十メートルの山線と呼ばれる区間で、 大畑駅のループ線とスイッチバック、日本三大車窓の屋竹越えなどといった景観が続く。人吉駅を出ると、熊川鉄道湯の前線の相良藩岩城寺駅の手前まで一部線路を共用し、その後で熊川鉄道湯の前線と分岐、熊川を渡る。しばらくは平坦なところを走るが、すぐに山の中に入り、小さなトンネルを四つほど通り、 大畑駅に到着する。ここで、スイッチバックとループ線を通り、山の中を、日殺線最高所にある、矢竹駅まで登る。矢竹駅には、SL 展示館がある。日殺線で最も長い矢竹第一トンネルを抜けて、正木駅に向かう途中で、眼下の格闘盆地やその向こうの霧島連山を望む、ことができる。この車窓は、日本国有鉄道。 国鉄が選定した日本三大車窓の一つに数えられており、線路沿いには風景案内のための看板も設置されている。正木駅を過ぎ、二番目の山の上第二トンネルは、被殺線列車対抗事故があったトンネルである。トンネル群を過ぎると平坦になり、吉松駅に到着する。吉松駅から早戸駅までは、山間部と農村を走る区間である。 被殺線全線の中で最も利用者の多い区間で、朝夕は学生の利用が多く、それ以外の時間帯でも地域の住民の利用もある。大隅横川駅と加麗川駅の駅舎は開業当初からの木造建築で2006年に国の登録有形文化財になっている。人吉駅と吉松駅で運行系統が分かれている。また、全線でワンマン運転を実施している。 過去には前日の特急、をお,およど、急行、えび野のほか、特急、九州横断特急、熊川、快速列車、ディーゼル、人吉号や、休日を中心に観光快速列車、急線防護が運転されていた。八代駅人吉駅間には、熊本駅人吉駅間で特急、川瀬宮瀬美3往復、特急、伊三郎、新平一往復が運転され、 普通列車を含めて1から2時間に1本、程度運行されている。普通列車の1往復は、人吉駅を始末駅間を直通して運転される。列車番号は、人吉駅で変更される。始発は、上下ともに5時台と比較的早く、最終列車は21時台となっている。また、臨時列車として、土日祝日などを中心に、SL 人吉が運転される。特急列車び、 SL 人吉は、熊本駅まで直通して運転されるほか、朝の上り一本は、八代駅で、鹿児島本線の快速列車となり、実質的に、熊本駅まで直通している。ただし、八代駅で、先発の普通列車に乗り換えた方が、熊本駅に4分早く到着する。九州新幹線が全線開通した二千十一年以降、新八代までの直通列車も運転されていたが、 2018年のダイヤ改正で新八代までの直通運転は廃止された。2017年3月4日から運行を開始した特急列車。熊本駅人吉駅間を1日3往復毎日運転される。車内は人吉熊さんの杉やヒノキを用い、リクライニングシートやボックスシート、カウンター席を配置されている。車両脇派47型8000番台。 9, 番台が、されている2004年の九州新幹線部分開業時に運行を開始した観光列車。2017年3月現在、熊本駅を始末間に1往復、人吉駅を始末駅間に1往復の計に、往復が運転されている。熊本駅人吉駅間は特急列車、人吉駅を始末駅間は普通列車として運転される。 人吉駅発着の列車は、人吉駅で、熊本駅発着の特急、川瀬宮瀬美と接続し、吉松駅発着の列車は、吉松駅で、鹿児島中央駅発着の特急、早戸の風と接続する。車両は、キハ140系、キハ47型9000番台からなる2両編成、SL 人吉運転日などにはキハ47、型改造車1両を増し3両で、運転で、 キハ140型には、車体中央部に展望スペースが設けられている。熊本駅人吉駅間を運行している蒸気、機関車県員の臨時快速列車。2009年4月25日に運転を再開し、1日、1往復、土、日祝日や夏休み、春休みなどを中心に、年間150日程度の定期運転を実施している。 蒸気機関車は58,654を使用し、客車は50系3両編成で、SL ディーゼルアスボーイで使用されていた車両を新たにリニューアルして使用している。全車両座席指定席であり、通常の座席指定席よりも高めな金額設定となっている。2016年3月26日のダイヤ改正で、廃止された特急、九州横断特急、熊川の代替列車として、 熊本駅、八代駅、人吉駅間に4往復設定された。この列車には特に愛称名は付けられていなかった。その後2017年3月4日のダイヤ改正で、このうち3往復が特急、川瀬宮瀬美に置き換えられ、2018年3月17日のダイヤ改正で最後に残った往復も廃止された。基本的に特急列車時代の停車駅を踏襲していたが、 かつて一部列車が停車していた松橋駅、旧仙道駅は通過し、白石駅に停車していた。車両は、主にキハ40系、またはキハ220型が一両編成で使用された。特急列車よりも停車駅が多いが、所要時間は特急列車と変わらず、上りの快速は、人吉駅熊本駅間を1時間30分、下りの快速は、 八代駅人吉駅間を1時間7分で走行していた。なお、2017年3月のダイヤ改正までは昼間、時間帯にも3往復の快速が運転されており、この3往復については白石駅を通過していた。この改正で、同列車は特急、川瀬宮瀬美に置き換えられた。急線防護は年月日から日曜、祝日。 年末年始に熊本駅人吉駅間を一往復運行していた観光用の快速列車である。1988年から運行されていた初代 SL 人吉号が豊肥本線での運行中に機関車に甚大な車両故障が発生したことが原因で運行を終了した後、前節も参照、その後継として設定された。車両はアコモデーション階層を施した。 キハ31系起動車を使用していた通常の座席の代わりに、畳敷きのボックスシートを4つ、16人分用意しているのが特徴であり、畳敷きの部分及びその脇の椅子、一人掛け4席は座席指定席となっていた。その他に自由席部分が9席分あった。トイレはなかった。2008年3月15日のダイヤ改正で、普通列車に格下げされ、 八代駅人吉駅間の定期運用の普通列車に休日だけヘッドマークをつけたものとなっていた。2009年3月14日のダイヤ改正で廃止された。当時のダイヤは同年4月25日から再び運行が再開された二代目 SL 人吉に継承された形となっている。この列車は観光用であるため、車内で観光案内がテープで流れ、 要所要所でスピードを落として運行していた。前日の伊三郎、新兵と同じような熊川の風景を鑑賞してもらう他の列車であった。列車相性の急戦法とは、洋子工上流の当天軸から熊川に来た伝説のカッパの名である。人吉駅吉松駅間は本数が少なく、1日3往復の運転であり、うちに往復は観光列車イサブロ、伊三郎、 新兵、残り一往復が一般機動車での運転である。伊三郎、新兵は同区間は普通列車として運転されるが一部の座席を除いて指定席である。一般機動車で運行される列車の一往復は八代駅人吉駅間と直通して運転される。普通列車の場合でも多客機の昼間に伊三郎、新兵同様。 日本三大車窓の矢竹越え付近での助行及び一時停止を行う場合がある。吉松駅早戸駅間には普通列車が1から3時間に1本程度運行されているほか、土休日や多客時には鹿児島中央方面より特急、早戸の風が運転される。普通列車の一部はキット線や日本本線と直通運転を行っており、早朝の下り列車2本と、 上り列車1本は、日方本線、鹿児島本線を経由して、鹿児島中央駅まで運転されるほか、日方本線の宮崎駅を始発として、キット線経由で直通運転する列車も存在する。始発列車は5時台に、最終列車は21時台に設定されている。2004年の九州新幹線部分開業時に、運行を開始し、吉松駅鹿児島中央駅間を1日に、 往復毎日運転される。全列車が、熊本駅、人吉駅を始末駅間で運転される。観光列車、伊三郎、新平と松駅で接続する。車両は、キハ47型、キハ147型からなる二両編成で、車両中央部には展望スペースが設置されている。2018年3月17日のダイヤ改正で、定期列車としての運行を取りやめ、 土休日や多客時のみ運転される臨時列車となった。2018年3月31日現在、日殺線はクルーズトレイン7つ母子院九州の3泊4日コースのルートとなっており、水曜日に八代駅から早戸駅に向けて下り、金曜日の早朝から午後にかけて、早戸駅から大畑駅、人吉駅などに停車しながら、八代駅に向けて上るダイヤとなっている。 2016年3月までは、早戸駅から八大駅に向けて、深夜に上りのみ運行されていた。ただし深夜帯に走行するため、日殺船内は運転停車のみの通貨扱いで営業、客扱い停車は行われなかった。その後しばらくの間、日殺オレンジ鉄道を通るルートを走行していたため、日殺線への入線は行われていなかったが、 平成29年7月九州北部豪雨による日差し台本線の橋梁流出に伴うルート変更により2017年8月22日から実施される3泊4日コースから最終日に日差し線を通過することとなった。しかし2017年9月の台風18号による被害により日報本線が長期運休となり再びルートが変更され 被殺線を往復するルートとなった。その後、2018年3月からの新コース設定により、2016年3月以来、約2年ぶりに、被殺線は3泊4日コースの正式コースとなった。被殺線内では、大畑駅と人吉駅に停車し、人吉市にある国宝青安神社の見学や昼食、列車内が行われる。定期貨物列車は1987年の、 国鉄分割免営化時に廃止されているが、熊川鉄道で新型車両を導入する際に、八代駅人吉駅間でその新型車両を輸送するための臨時の公衆輸送貨物列車が走ることがある。この列車は、日本貨物鉄道、JR 貨物文字機関区ので 10K ディーゼル機関車が、牽引を担当する。このほか、2017年9月の台風18号により、 日本本線の一部区間が被災し、運転見合わせとなっている影響で、被殺線が北九州、福岡地区と鹿児島、宮崎両地区を結ぶ、唯一の自社在来線となっており、他社路線では被殺オレンジ鉄道線がある、両地区に所属する車両が、小倉総合車両センターで検査を受けるため、また、他地区の車両が、車両配給のために当線経由で改造されることがある。なお、 機動車に限らず、電車も改装され、電車改装の際には、デジュー系ディーゼル機関車が牽引を担当する。電車としては2017年10月6日に初めて、大分車両センター所属の787系505編成が、副方面から鹿児島方面へと改装されており、この他にも787系6両編成、415系、 713系の改装実績がある。八代駅吉松駅間では、特急として運行される、川瀬宮瀬美及び、伊三郎、新兵を除き、両開き扉、変運転台のキハ47型は普通、快速列車には充当されず、通常は片開き扉、両運転台のキハ40系、キハ140型が使用される。キハ220型は、 熊本車両センター所属のキハ220-1102が運用につく。この車両は2011年まで、イブスキ枕崎線で運行されていた、特別快速、ナノハナ DX の指定席車として運転されていた車両であり、内装がキハ2 2 0系2 0 0番台と同じような、白を基調としたものになってお、床が、フローリング、回転クロスシート、展望窓があるなど、 他のキハ220型にない特徴を持つ。長らく使用されていた、キハ31型は2018年3月、改正以後、三角線のみの運行となり、被殺線への入線はなくなった。八代駅人吉駅吉松駅間の普通列車、伊三郎、新平を除くはキハ40系、キハ140系、キハ220系の共通運用となっており、原則一両編成である。 ただし、イベント開催時などの乗客が増える場合は2両編成となることがある。それぞれワンマン運転であり、1両編成の場合は、後乗り前より方式、2両編成の場合は1番、前の車両の後ろのドアから車し、前のドアから降車する方式をとっている。乗車の際には、整理券を受け取り、降車の際に運転席横運賃箱に整理券と、運賃、または、 乗車券を投入する。ただし、八代駅、人吉駅の終日と吉松駅の日中は、改札口にて改札、運賃生産を行う。また、八代駅と人吉駅には、券売機が設置されており、整理券は発行されない。吉松駅、早戸駅間の普通列車は、キット線、日歩本線との共通運用であり、キハ四十系、キハ百四十系、 キハ47型、キハ147型が1両から3両編成で運用されている。朝には3両編成の列車が設定されており、車掌が乗務する。それ以外の列車は1から2両編成でワンマン運転を行っている。八代人吉間は、九州鉄道が建設した文字八代間の八代線を延伸する形で、関節鉄道の人吉線として開業したものである。 吉松隼人間は、官営で1901年に開業していた、鹿児島線を延伸する形で1903年に開業した。人吉吉松間が開業し、全通したのは1909年のことで、この時に、文字人吉吉松隼人鹿児島間が、鹿児島本線となった。人吉のループ線は、この時に本最古の鉄道ループ線としての開通となっている。 川内経由の川内本線、現在のルートが1927年に全通すると、八代人吉鹿児島間は、被殺線となり、都の城隼都間、国土線が1932年に全通して、現在の日豊本線のルートが完成すると、隼都鹿児島間が、日豊本線に編入され、八大隼都間が、被殺線となった。なお、現行の被殺線以前に現在、 被殺オレンジ鉄道線となっている八大浦間も被殺線を名乗っていたが、1927年に鹿児島南俣間の川内本線と接続し、現行の被殺線と路線名称を交換する形で鹿児島本線に編入されている。2007年に経済産業省が選定した全国の近代化産業遺産群33のうちの一つ、九州南部における、 産業創出とこれを支えた、電源開発、物資輸送の歩みを物語る、近代化産業遺産群、南九州近代化産業遺群に、物資輸送関連遺産として、被殺船関係の以下の13件が含まれている。平均通貨人員、輸送密度、旅客運輸収入は、以下の通り、特急イサブロウ、新兵は、人吉吉松間普通列車として運転。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。